ゲスミライさん、古川六波、宇野浩二著、芥川龍之介の中に、芥川龍之介が著者に向かって言った言葉。君、我々都会人は普段一流の料理屋なんかに行かないよ。菊池や久米なんどは一流の料理屋に上がるのが通だと思ってるんだからね。というのがついてある。そうなんです。まったく。一流の料理屋というのはつまり上品で高い料理屋のことでしょう。そういう一流店でばっかり食べることが通だと思われちゃかなわないと僕も思うのである。そりゃあそういう上品な高い料理をまるっきり食わないというのもおかしいかもしれない。たまには一流もよろしいが、しかしうまいって味は意外にも下スな味に多いのである。だから通は下スな下品な味を追うのが正当だと思うな。例えばだ、天ぷらを例にとって話そう。いわゆるお座敷天ぷら、鍋前に陣取って揚げたてを食う。天つゆで召し上がるもよし、食塩と味の素を混ぜたやつをつけてもよし、近頃ではカレー粉をつけて食わせるところもある。そういういわゆる一流の天ぷら、その揚げたての上等の天ぷらを食って、しまいにかき揚げか何かをもらって飯を食う。あるいはこれがおつだとおっしゃって、天ぷらをのっけたお茶漬け、天茶というやつを食べる。そりゃあ結構なもんに違いないさ。しかしそういう一流の上品な味よりも天ぷらを食うなら天丼が一番うまいと言ったら驚かれるだろうか。そもそも天ぷらってやつは昔からごまの油で揚げてたものなんです。だから色がちょっとどす黒いくらいに揚がっていた。それを見た目が下品だとでも言うのか、ごまの油をやめてサラダ油、マゾラを用いるようになったのは近年のことである。これは関西から流行ったんだと思う。そして近頃では東京でもどこの天ぷら屋へ行ってもごまの油は用いない、かっこあるいはほんの少し混ぜて、でマゾラ、サラダ油が多い。だから見た目はいいし味もさらっとしていて、僕なんかいくらでも食える。しかしだ、さらっと揚がってる天ぷらなんてものは江戸っ子に言わせりゃ場違いなんだね。食った後油臭いお首が出るようでなくっちゃ、いいえ胸が焼けるようでなくっちゃ本場もんじゃねえんだねってことになると、こりゃ純粋のごまの油でなくっちゃそうはいかない。だからさっき言った天丼にしたってごまでやったんでなくっちゃ。この頃は天丼も上品なさらっとした天ぷらが乗ってるのが多いが、それじゃあダメ。丼の蓋を取ると茶褐色に近い、それもうんと皮、かっこすなわち衣、すなわちうどん粉の幅を利かしたやつがのさばり返っているようなんでなくっちゃあ話にならない。その熱いやつをふうふう言いながら食う。飯にも汁が染みていて、かっこ、ああこう書いていると食いたくなったよ。あちあちふうふう言わなきゃ食えないという、そういう天丼のことを言ってるんです。その絶
対に上品でないところの、絶対に下品であり、下すであるところの味というものは、決して一流料理屋においては味わい得ないところのものに違いあるまい、とこう話したら、大抵分かっていただけるであろう、下すの味の良さを。天ぷらばっかりじゃない。下す味のはるかに一流料理を引き離してうまいものは数々ある。おでんを見よ。おでんは一流店では出さない。なんとなれば安すぎるからであり、したがって下品だからである。しかしおでんにはちゃんと店を構えて、小料理なんぞもできますというようなところで食うよりも、おでんの他には燗酒と茶飯以外はござんせんという屋台店の方が本格的な味であろう。どうも近頃は、と年寄りじみたことを言うようだが、おでんのネタが変わったね。爆弾と称するうで卵をさつま揚げで包んだやつ、ごぼう巻き、エビ巻き、そんなものは昔はなかったよ。俺っちの若い頃にはね、何にいたしますかね、ちくわにはんぺん、やつにがんも、なんてんで、かっこやつはやつがしら、がんもはがんもどきなり、それじゃあがんもに脈と願おうか、ってな具合だったね。いちいちめんどくさいが、脈とはこんにゃくのことですよ。へい、ちっと脈がまだ若いんですが、なんてな、若いってのはまだよく煮えていねえってことなんでがす。おでん屋の燗酒で、ちと酔った。酔って言うんじゃございませんが、おでんなんてものこそ、一流の店じゃ、金輪際食えねえ、下すの味だと思いやすがね。どうですい？おでんの他にもまだまだあるよ。昔浅草に盛んなるし、牛丼の味、亀茶ぶと称し、一杯五銭なりしもの、大きな丼は大丼と称したり、あの牛には違いないが、牛肉では絶対ないところの、牛のもつや皮や、かっこ角はさすがに用いなかった。その他をめっちゃくちゃに辛くこってり煮詰めたやつを飯の上にドロッとぶっかけた、あのゲスの味を我は忘れず。ああ、ゲスの味。